こんにちは、グーフィー兄貴です。この動画ではクイックメッセージについて語っていこうと思います。超初心者向けです。自分が分かんなかったので自分用に残したいと思います。設定画面の左タブから 1,2,3,4,5 6個目のクイックメッセージですね。ここのタブを開いて、ゲームのモードごとにセリフを設定できるんですね。結構な数、プレイステーションでこのぐらい欲しかったなってノラとしては思うんですけどね。なんかアプデでプレステの方もこれだけメッセージ増えりゃいいのにと思うんだけど、その愚痴は置いといて、ノラ組としてボイチャそんな入れない人たちには大助かりのメッセージ集となります。これはリアルタイムでゲーム戦いながらみんなにメッセージを発信できるので、これから慣れてきたら対応するんじゃないかなと思って動画に残します。まだ設定してなかったモードで今設定を試みてるんですけれども、めんどくさいので一旦全部消しちゃいます。編集ボタンを押して全部を消して、右のクイックメッセージリストから自分の好みのやつをひたすらにクリックして入れていくっていう、ただそれだけの作業なんですけど、真面目に了解とかごめんなさいとかそういったものにも使えるし、そのうちガチ勢の他にエンジョイ勢が入ってきたら、集まれって言った後に解散みたいな、集まれ解散のどっちなんだよみたいな、そういったじゃれ合いもできそうだなっていう、この本当にごめんっていうのを BO 法で欲しかったな。ノラでミスした時にパーティーに悪いなと思っても謝るボタンがないときついんですよね。謝るシチュエーションにしなければいいんですけど、それにしてもかなり戦闘において使うセリフが細かく設定できたり、じゃれ合いに使うコミュニケーションの言葉も選べたりするので、これ相当に面白いなと。スナイパーいるから気をつけろっていうのはSR の音でわかると思うんで、自分はセットはしないんですけど、背後に気をつけろとか裏取られた時に、相当使えるなって。で、画面配置、前回の動画で説明した画面配置でこのメッセージボタンを最大にすれば、好き放題使えるよねっていう、これでかなりプレイステーゲームと変わらない仕様でゲームを楽しめるんではないでしょうか。